夫を二世は神聖ローマ帝国の皇帝、並びに東フランク王及びイタリア王。ザクセンアッサ、第二代皇帝で第三代の王。初代皇帝夫を一世大帝と、その二番目の妻アデルハイトホンブルグントの息子。実質的に君主となったのは、父ミカドが死去した973年からである。それまでは、父ミカドの後継者としての協立王。 共同皇帝であった。偉大なる父の偉業を受け継いで、その藩との拡大、皇帝権の強化を図ったが、帝国各地の反乱に苦しみ、28歳でマラリアのために急世した。957年にイボアニのシュバーベン大公リュドルフが、イタリア遠征の中途で熱病にかかって病没したため、父の後継者となった。六十一年に、ボルムスにおいて、 父夫を一世に共同統治を行う王に選ばれ、ドーネガー編で退官した。これには母、アーデルハイトの強い意向があったと考えられる。967年にはローマで教皇ヨハネス13世により、共同皇帝としても退官した。ローマ教皇の退官による皇帝と帝国の正当性については古代ローマから連続した帝国を、称するギリシャから強い反対があり、 両帝国は968年から971年にかけてイタリアのプッラャダで戦争を行った。その間、ギリシャではニケフォロス2世イホカスが暗殺され行為を散奪したヨハネス1世イチミスケスは講和を選ぶという思いがけなく有利な展開となった。オットー2世はチミスケスの名テオファヌと972年結婚した。ローマでの結婚を直ちにテオファヌは 教皇から4月14日に皇后として退官された。973年、父三門の死によって王権と帝権を継承した夫二世は間もなく各地の反乱鎮圧に奔走することになった。帝国南部では、重帝で夫一世の弟ハインリヒ一世のコバエルンコハインリヒ二世がかねてから王権を無視する姿勢を見せていた。それゆえ973年末、 ハインリヒニセイの権力削減を図ったが、これが武力反乱を招き、鎮圧には978年まで時を要した。帝国西部では、シモロートリンゲン大公の任命問題から、西フランク王国と対立、やはり武力衝突へと至る。この東西フランク王国の対立は980年に、和解、ようやくアルプスイ北を平定する。 980年末より、イタリア遠征を行い、北イタリア各地を巡行した後に、ローマに入った。当時、対立教皇ボニファティウス7世と争っていた教皇、ベネディクトゥス7世の地位を安定させ、981年の感謝祭をローマで祝う。その後、イタリア全土に皇帝の支配を及ぼそうと、当時東ローマ帝国の影響下にあったイタリア南部に遠征する。 一時は戦いを優勢に進めたが、当時の地中海世界では、イスラム教徒が強制を誇っており、シチリア島から北上したイスラム軍に、コロンナ岬の戦いで完敗した。その後もイタリアに泊まったが、間もなく帝国の東北部で、西スラ部族の反乱が勃発する。この際にブランデンブルクなどが襲撃を受けて破壊され、帝国の半島は縮小する。 その対応に乗り出そうという最中の983年12月7日、その命を不幸にもマラリアが奪った。28歳であった。旧サンペートロ大聖堂に葬られた。テオファヌとの間に4人の子を設けた。ありがとうございます。